はい、どうも、喫煙動画始めていきたいと思います。今回はチェです。チェの手巻き。こちらね、値段が550円でした。ナチュラルテイスト、有香料無添加。と書いてあります。で、まあ、これもう開けたんですけど、こちら、巻き紙がついてくるんですが、それの、これがすげえいいって聞きますね。レーベル。レーベルっていうこの巻き紙がね、ついてくるんです。この絵がすげえ、高品質だって聞きますね。50ラベルス。と書いてあります。あれ、これどうやって開けんの？あれ、これどうやって開けんの？ここで。あ、ここか。補充ペーパー。よし。でね、新しく俺 Amazon で、買ったんですけど、こちら。ギゼの、スリムペーパー、スリムローラーですね。これが値段が、600円ぐらいだったかな。Amazon で購入しました。でね、チェなんですけど、まあ、加湿しようかなと思って今封開けたんですけど、まあこんな感じ。まあちょっと湿ってる感じはあるんで、まあ若干湿度は保たれてるっぽい。ので普通に加湿しないで吸っていきたいと思います。まあ漂白ペーパーですね。漂白の薄い、これスローバーニングだったよね。で、コルツのこちら、スリムフィルター。これで吸っていきましょう。よしと。これいいやつかな。結構ツルツルしますね。ここが。まあ、スリムローラーなので、スリム限定ですね。俺ほぼスリムしか巻かないんで。まあ、それでいいんです。前は、なんだっけ？レギュラーサイズと、スリムサイズ巻けるやつ、でやってたんですけど。まあ、スリムサイズしか巻かないんで、いらないかなと思って。あ、結構、あれやな、しっかりした紙やな。巻きやすい。よし。紙質が結構しっかりしたタイプ。あんまりそこまで薄くない。なんかパリパリしてる感じがします。じゃあ吸っていきます。ちょっと酸味が強いか。チェヌサグ550円、容量が 25g、 グラム単価が22円、原産国がルクセンブルク。そんなに癖はないですね。吸いやすい。なんか手巻きタバコのガイドのところ適当に書いてるからな、これ。変な、ブログだと、配合表間違って表記しとるバカがおるからな。あんまりブログで見るのはよろしくない。割と専門店で見た方がいいですね。ブレンドが間違ってる可能性ある。無添加タバコ、しっかりとした、タバコの味わいを楽しめます。
バーレーとバージニアとオリエンタルとメリーランドバーをブレンド。バーレーバーはキューバ産のものをブレンドしてる。吸いやすい。別にドカッとくるような味じゃないですね。バーレーとバージニアとオリエンタルとメリーランド。まあ値段がね、550円という激安価格で、あ、吸いやすいですね。きつみは、そんなに癖はないし、コクもそんなにない。まあちょっと酸味があるぐらいで、バージニアがちょっと酸味があるんだろうね。マニトーゴールドに比べたら、ちょっと、癖があるかもね。ちょっと酸味が強いんで。マニトーゴールドよかは、ちょっと酸味ある気するね。でも美味しいですよ、これは。そこまで癖もないし、吸いやすくて。ちょっと酸味は感じるかもな。まあ、バージニアの酸味がちょっと感じるけど。まあ。まあ、初心者にはいいんじゃないですかね。こういう軽いきつみのタバコもね、結構軽めの。これ4つ星。ご視聴ありがとうございました。